皆さんこんにちは。渡辺浩二総合事務所の大野です。本日は大家さんが知っておくべき消費税の仕組みについてお話ししたいと思います。まず消費税っていうのは一体何なのかっていう、そういう話を今回はやっていきたいと思います。消費ですので、何か物を使ったりとか食べたりしたことに対して課される税金が消費税になりまして、まあ、何か使ったりできるってことはお金に余裕があるんですよね。だから税金を払ってくださいねと、まあ、やや理不尽ではあるんですけれども、そういった意味の税金になります。では消費税の仕組みについて簡単にお話ししていきますと、一応例を挙げました。パン屋さんの例になるんですけれども、A さん、B さん、C さんが出てきます。 A さんが B さんにパンを110円で売りました。100円プラス消費税10円です。で、この時 A さんは消費税の10円を受け取ってますので、これを国に納付していくことになります。次に B さんが C さんにパンを330円で販売しました。30円の消費税を乗せて販売しています。この時 C さんから30円を受け取った B さんは、30円から以前 A さんに支払った10円を差し引いた20円を国に納付していきます。こうすることで A さんから10円、B さんから20円が国に納付されて、トータル30円、これが消費税として納付されたことになります。ではこれを負担したのは誰かというと、最終消費者である C さん、パンを食べた人が30円を負担しているという結果になります。このように消費税というのは、実際に納付する人とその消費税を負担する人が異なっているという、ちょっと変わった税金になっています。ではその消費税というのは、どういった取引にかかってくるのかというお話をしていきます。何でもかんでもかかるわけではなくて、4つの要件を満たしている取引に対して課されます。1つ目が国内において行った取引、2つ目が事業者が事業として行った取引、3つ目が対価を得て行う取引、4つ目が資産の譲渡、貸付、義務の提供に該当する取引になります。まず1つ目なんですが、これは日本国内において行った取引という意味ですので、海外で何か物を消費した場合にはかからないということになります。で、2つ目が、事業者が事業としてということですので、趣味で何かやったとかですね、そういった場合には消費税というのはかからないことになります。で、3つ目が、対価を得てとありますので、ただで行った無償の取引というのは入らない。で、4つ目というのは、何か物の売買ですとか、貸し付けとかサービスの提供、こういったものに該当したときに消費税が課されてきます。では突然ですけれども、ここでクイズを出したいと思います。次のうち消費税がかかってくる取引はどれでしょうか。1つ目がハワイ旅行に行って、ハワイでマカダミアンナッツを買いました。2つ目がサラリーマンの方がマイカーを売りました。3つ目、結婚式に行ってご祝儀を出しました。4つ目、台風の被害を受けて保険金をもらいました。5つ目、大家さんが家賃収入をもらいました。ではこの中で消費税がかかる取引っていうのはどれでしょうか。まず1つ目に話したのが、ハワイ旅行でしたね。ハワイに行っちゃってますので、日本の消費税は課されないということになります。それから、2つ目がサラリーマンでしたね。事業者ではなくてサラリーマン、あくまで趣味の範囲になってきますので、マイカーには消費税がかかる。それから、結婚式を行った場合のご祝儀っていうのは、これは祝儀をあげたっていう、ただで
上げてるわけですから、これも消費税がかからない。でそれから保険金なんですけれども、これは保険金をもらうために台風の被害を受けたっていうことにはならないですよね。たまたま台風の被害を受けて保険金が入ってきたと、これは対価には当たらないということで消費税がかかります。実は5番目の大家さんの家賃収入になってくるんですね。と思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと確認してみるとですね、まず大家さんが国内にある物件を貸してますね。で大家さん、つまり不動産の賃貸業、事業者が事業として行っています。で家賃収入をもらってますので、対価をもらってますよね。で最後に住宅を貸し付けているということで、実は4つの要件をこれ全て満たしているので、家賃収入というのは本来消費税のかかる取引になるんですね。ただ皆さんご存知かと思いますけれども、実際には家賃収入というのは消費税がかからない非課税の取引になっています。でこれは一体どういうことなのかということになるんですけれども、実はですね、消費税の世界にはですね、消費税の課税の対象となるものの中にですね、あえて非課税とする取引というのが含まれています。ちょっとあの世界地図で表してみたんですけれども、課税の島の中にあえて非課税の池があると、こんなイメージになるんですね。でどうしてこんな非課税を設けているかと言いますと、これはあくまで消費税ですので、ちょっと消費とは言いにくいもの取引だったり、社会政策的な配慮ですね、ちょっと消費税を課すのはかわいそうだなっていうような、そういった取引の場合にあえて非課税という取引にしていくんですね。では、どういったものが当てはまるかということなんですけれども、例えば、土地の譲渡や貸し付けですね。土地って考えてみますと、いくら使ってもですね、急に土地がすり減ってって消えてなくなっちゃうとか、消滅したりってことはしないですよね。ですので土地っていうのはいくら使っても消費できないと、なので非課税の扱いになっています。それから、例えば、病院へ行った時の医療費ですね。これ、体を壊してですね、病院に行ってそこで消費税を取るっていうのはちょっとあまりにもかわいそうでしょうということで、消費税がかからない。で最後に大家さんの家賃収入なんですけれども、大家さんの住宅っていうのは、言ってみればインフラにあたりますので、そこに消費税を課すっていうのはやはり住んでる方にちょっとかわいそうだというところで、住宅の貸し付けっていうのが非課税の取引になっています。ですので、実際には、家賃収入に対しては非課税ということになっているんですね。ということで、今回は、大家さんが知っておくべき消費税の仕組みということで、まず家賃収入に関しては非課税という扱いになるというお話をさせていただきました。